めの T シャツ、しかもこの色いいな。ソールドアウトだけど、なんでそう、まだ発売、え？なるほど、予約期間が終わってるからですね。今日じゃねえわ、これ昨日の12時までだからか。なるほどなるほど、理解理解。あ、でも可愛いね。あ、袖に、ネズミ男がおるん、ええな。でもまたちょっと T シャツはもうなんか今後また増えそうなんで、ちょっとやめ、T シャツは大丈夫。T シャツは大丈夫です。はい。命拾いした。これで相当なんかすっげえ可愛いやつとかあったらもう私泣いちゃう男だった。ちょっと救われました。ちょっと T シャツは大丈夫です、しばらくは。はい。なんかでもこういうのね、なんか見るとさ、なんかね、調べたくなるんだよね。そう、グッズを。そうなの。通販の怖いとこだよね、ほんと。ポチッとしたら買えちゃうんだもん。ほんと怖いとこだよ、通販の。もう怖い、もう怖い、ほんとほんと怖い、もん怖い怖い怖いとか言いながらね、こうやって見るんですけど、うん、もうね、がっつり探してるんだよね、今。そう、もうがっつり探してます。もうがっつり見入ってます、なんなら。はあ、はあはあはあ、マグカップも結構私足りてるんだよね。そう、マグカップをちょっと可愛いと思ったのがあったんですけど、マグカップも足りてるんで、しばらくとりあえずはいいですね。そう、実写版の鬼太郎テレビで見ました。私も見たことある。はい、映画で、なんか小すげえ小さい頃に、7歳ぐらいの時に見ましたね。そう、通販はリアル店舗と違って、これでいいやと妥協しなくて気の済むまで探せるのがいい。確かにね、それは言えてる。うんうん。え？巾着かわいい！何これ？はあはあはあ？ はあって言いそうになったけど、ちょっとはあっていうのはあれだから。おお、かわいいな。ダメだね。ちょっと、ほんと見るのやめときま。イェーイ！ミニトートもか、もう、おバカ。おバカ。ほんまにおバカ、私。でもね、見る、もう見る、この、もう手が止まりません。ほんと。わあ、かわいい。メガネケースとかもあるんだね。かわいいな、すご。いいね。ちょっとここら辺にしとくね。ちょっと、ほんと、マジで止められなくなるからやめます。私はちょっと慎重になりたいんで、今月と来月は特に慎重になりたい月なので、 ちょっとここら辺にしときます。
なんかね、メガネケースはちょっと欲しかったやつがあるんですけど、まあ、それ売り切れてて、でまあ再販お願いしますって言ったら、もしかしたら再販するかもみたいに言われたから、ちょっとそれを待ってる今、メガネケースは。そう、あと今日ね、私ココナッツサブレの焼き芋味食べたんですよ。めっちゃ美味しかったの。そう、めっちゃ美味しかった。ココナッツサブレ、んー、ちょっと微妙に舌を噛んだけど、まあ大丈夫ですね。ココナッツサブレって美味しいですよね。そう、美味しいですよね。好き、ココナッツサブレ。っていうか、ほんと最近さ、期間限定のお芋味マジでいっぱいあるからね、ほんとに私はそれが嬉しくてしょうがない。うん、たまに食べたくなる。わかる。っていうか、なんかもともとビスケット系がすごい好きだから、ラーしゃっくりをした。あ、初見さんありがとうございます。そう、ビスケット系がそう結構好きだからさ、なんかココナッツサブレはサブレになるのかわかんないんですけど、そうだからクラッカーもめっちゃ好きです。そうだから昔は本当リッツとか好きだったし、でも多分絶対今食べたらもうね止まんなくなる。リッツというかミレービスケットが大好きで私。そうなんかね、私は普通にスーパーに売ってて、そこで買いましたね。そう、ファミマのね、芋スイーツ、ほんと気になんの、私。っていうか、ほんとなんかね、芋スイーツってね、いいよね。芋とかぼちゃのスイーツ。もう、最高。まあ、そんなね、すっげえバクバク食べないんだけど。ほんとにね、お芋、秋のスイーツっていいよね。まあ、でも基本的にさつまいもとかぼちゃしか食べないんですけど、あんま栗スイーツ食べないんですよ。栗は好きですよ。でもただモンブランは食べないんですけど、そう。なんか結構今年もさ、さつまりことかおさつスナックとか、なんかリッツのさ芋味とか、それこそなんかミスドはさ蜜芋度出てんじゃん。まあ最高だよね。ほんと最高だと思うの。でまあハロウィンちょっと近づいてきたら、パンプキンタルトとかね、そういうかぼちゃのお菓子が出てくる。もう最高です。かぼちゃ好きなんだよね。そうそうなの、本当にかぼちゃが好きで、芋、さつまいもとかぼちゃ好きなの。さつまいもとかぼちゃの天ぷらって美味しいよねって本当なるんですけど、なんかね、丸亀製麺に行きたくなりますでもそう、最近去年ぐらいから大学芋も好きになってきまして。そうなんですよ。まあやっぱ甘さ控えめが好きではあるんですけど、もう芋けんぴも好きだしさ。そう、芋系のスイーツってほんま美味しいと思うのよ。ちなみに皆さん、私今日メイクしてるの気づきました急に話変わるじゃんって。ほんとちょっとなんですけどね。まあちょっと。そう、給食で出てたかぼちゃフライ大好きだった。最高。てか給食ってもう私普通に美味しくって好きだったんですけど、そう好きでしたね。あのししゃも給食で出てくるんですけど、それでししゃも好きになったのもあるし、ラーメンみたいなの出てきた時とか、てかパンが普通に美味しかったんですよね。そう、なんか黒糖パンとか米粉パンとか、まあ美味しかったね。アップルパンとかキャロットパンとか美味しかった。スイートポテトパンとかもありましたし、パンの種類豊富だったね。美味しかったわ普通に。てかパンって美味しいよね。まあ、そうリップ塗って目をちょっとだけやったの。なんかここと
涙袋の強調みたいな。でもあんま変わってないねかぼちゃのスープ最高。かぼちゃのスープいいよね、美味しいよね。ほんまにパンプキンスープって最高。はい、パンプキンパイまあ絶対美味しいよね。わかる。てかもうかぼちゃの料理って美味しいですよね。かぼちゃの煮物がもう普通に好きだもん私。かぼちゃの煮物って美味しいよね。ちょっと煮物が言えなかった。あとね、明日からだよね、月見バーガー。今年は食べたいで、去年食べたけどね、月見パイ。月見バーガー食べたいな。でも最近マックとかほんと行かないしな、バーガーも食べないしな。でも月見バーガーは一回食べときたいんだよね。やっぱ毎年一回は食べたい、月見バーガーと月見パイ。ていうか月見パイってなんであんな美味しいんだろうね。というか今年はお月見の日にちゃんとね、お団子食べたいです。 お団子白玉どっちか忘れたんですけど、お団子美味しい、白玉も美味しいですよね。あ、でも今年食べれないかな。15夜っていつでしたっけ。はい、ということでじゃあ今日はここら辺でね、終わりにしたいと思います。じゃあランキングの前にギフト読むよ。はるにゃんさん、なんだこれ、祭りのタコのやつですね。玉国さん、たい焼き。大粒ちゃん、バラ。桃の天ぷらさん、星。飯田博之さん、ハート。はやちゃんさん、小判。大友さん、口紅。はるにゃんさん、ハート。 TKHKG さん、バラ。大粒ちゃん、サルさん、ありがとうございます。でランキング13位大粒ちゃん、12位キャトルさん、11位はやちゃんさん、10位飯田ひろゆきさん、9位タクトさん、8位カラスのかあこさん、7位ロミツさん、6位モノサルさん、5位アクオン広島県民さん、4位ソランさん、3位トマクニさん、2位夏目さん、1位が TKHKG さんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またね。ありがとうございました。おやすみ。